この自分で持ってる右腰をですね、こう押し込んでほしいんです。ギュッと手で、そうギュッギュッギュッと同じスピードで物体同士がぶつかるんであれば、軽いものよりも重たいものをぶつけた方が当然破壊力、衝撃値って強くなりますよね、はい、この右サイドがしっかりと下にバーンと乗ってくると重さが乗るんですよ、インパクト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、部長のリーです。小泉です。はい、ということで引き続き女子でも300ヤードプロジェクトの今日のね、この練習会やっていきましょう、はい、で前回の動画で、まあ、今日のテーマは下半身ですよということで、はいはい、股関節体操という動きをご紹介しました、はい、で詳しくは前回の、ね、動画を見ていただけたらと思うんですけれども、はい、ちょっと簡単に、ね、おさらいしますと、はい、ゴルフスイングっていうのは股関節からこうやって曲がって前傾しているので、はい、この骨盤ね、骨盤は地面とこう直角にですね、横にこうやって回るんではなく、実際は前傾しているので、ちょっとこう斜めになって斜めにこう回転するわけですね、はい、こういう感じにですね、はい、なので腰を回転させるっていうよりは前傾して、この股関節をバックスイングで左の股関節が下に入って右の股関節が上に切り上がり、で今度はダウンスイングからは左の股関節が切り上がって右の股関節が下に入ってくる、はい、この斜めに股関節が動く感覚を覚えていくことが必要ですよと、はい、でこの股関節のスピードを速く動かせば、ね、ヘッドスピードも上がりますし、まあ、回転スピードがね、はい、あるキレのあるスイングになってくるという話をしました、はい、で股関節を速く動かすためには実は股関節に意識を持っていくんではなく、膝の動きなんですよと、膝を速く動かすと股関節も連動して速く動く、はい、ということで左膝を曲げて伸ばしてっていうこの動きですね、はい、で外側にねじっていく動き、これが大切というところまでやってきました、はい、で今日はですね、その股関節体操の、まあ、基礎的な話の続編なんですけれども、はい、まあ、股関節がこうやって斜めに動くっていうことはどういうことかっていうと、はい、皆さんが思ってる以上に体っていうのは地面と、まあ、こう直角になるように水平にこう回転するんではなく、この水平回転ではなく、はいはい、実はものすごく縦に回転する、特に肩のラインとかはものすごくこう縦回転するイメージになるわけですよね、はい、でそこをちょっとご説明していきたいなと。じゃあ小泉ちゃん、はい、ここに構えてください。しっかりと、はい、前傾して構えてみてください、はい、でこの状態で大雑把なね、ざっくりとした話で言うと、この右肩と左肩、はい、ほぼ高さ一緒です。でこの状態を建物で例えると1階だとしますよね、はい、1階に今両肩がいます。それが、バックスイングで、じゃあさっきの股関節体操をやっていきましょう、はい、そうギューッと左サイドが下に入って右が上に上がってきますよね。なので感覚的には左肩は1階から地下1階に入ってきてるんです。で今度右肩っていうのは1階にあったのが2階に上がってるわけですね。だからこの時に高さの差としては建物2階分ぐらい左肩と右肩に差ができてるわけです。でここから今度一気に、正拳突きするように左サイドを一気に切り上げていってください。そう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 。でこの時
時に今度左肩は地下1階にあった状態から一気に2階まで跳ね上がるわけですね。で2階にあった右肩が地下1階まで入るわけです。だから感覚的に言ったら相当下に入ってきてる感覚、右サイドが下に入る感覚がないと軸回転ってできてないんですよね。でこの間もちょっと話したんですけど、このベルトのラインありますよね。ベルトのラインがどうしてもほとんどの人地面と平行になるように横にこうやって回っちゃうわけですよね。で横に回るからこそでも前傾キープしたいって、このラインが横になってるのに前傾キープしたいってなったらこうやって背中丸まりますよね、当然ね。でこう起き上がった感じになってきちゃいますよね。だから股関節からしっかり曲げてるものも、まあ、キープしながら動かしていこうと思ったら切り上がった右サイドですね、これがダウンスイングから相当下にこう入っていかないと、こうやって押し込んでいかないと軸回転にならないっていうことです。はい、でまずはこの構造ですね、スイングの構造、横にこうやって水平に回るんじゃないんだよっていうところをご理解いただくことが大切かなと。はい、この右サイドを下に押し込んでいくっていうのを覚えてもらうために、はい、この間の股関節体操こうありましたよね。はい、この股関節体操をするときに今度は右腰に手を当てておいてほしいんです。はい、で股関節体操的に股関節に意識をしてこう切り上げたら、今度この自分で持ってる右腰をですねこう押し込んでほしいんです。ギュッと手で、そうギュッ手でギュッギュッそうこの押し込みを入れてあげることによって、そうしっかりとまずこう右にこう残っちゃったりすることもないですし、そう右サイドがこう斜め下、左斜め下にこう入っていく、この動きを覚えていくことができるので、はい、股関節体操的な股関節の動きをやりつつ普通の股関節体操ができるようになったらね、今度は右腰をできるだけ下にこう押し込んで、そう右サイドがちゃんと下にこう入ってくるように意識をしてみてください。でこの右サイドが下にしっかり入ってくるっていうことは、まあ、何がいいかっていうとね、まあ、もちろんショットの正確性っていう意味でも軸がね、そのまんまブレずに起き上がったりせずに軸回転していけば当然正確性も上がるっていうところなんだけど、それだけじゃなくてゴルフスイングの中で初速を上げていく、ボールスピードを上げて飛距離を出していこうって思った時に、まあ、初速を上げていくテクニックっていろいろありますよ、今までもね動画でやってきましたけれども、同じスピードで物体同士がぶつかるんであれば、軽いものよりも重たいものをぶつけた方が当然破壊力、衝撃値って強くなりますよね。なのでゴルフのスイングっていうのもゴルフクラブの重さをこうぶつけていくっていうのももちろんあるんですけれども、ゴルフクラブの延長線上にある例えば腕であったりとか、腕って何キロもありますからね、ゴルフクラブって300グラム前後しかないけど、腕はもうその何倍も重さがあるわけですから、その腕の重さをしっかり乗せていくとか、だから手がこうやって浮いちゃったりすると腕の重さが乗らなくてね、初速出ないですよとかっていう話しましたけど、同じようにですねこう軸回転してるこの右サイドがしっかりと下にバンと持ってくると重さが乗るんですよ、インパクト。こうやって浮いちゃってるインパクトだと、この右のこの重さが乗ってこないんですよ。だから胸がこうやって前傾が起き上がらないように前傾キープしてた方がミート率が上がる、初速が要は出たりするっていうところにもつながるので、なのでしっかりと右を下に入れ込んでいく動きですね、これを覚えてください。で目安としては後ろからスイングの動画を撮った時にこのベルトのラインですよね、このベルトのラインが地面とこうやって平行に回っちゃうんではなく、斜め下にしっかりこう入ってきてるか、下にこう押し込めてるか、
ところを、うん、意識してねいただけたらと思います、はい、ということで、はい、今日のこの撮影のね2本目の動画でしたけれども、股関節体操の基礎的なところにプラスしてですね、はい、体はこう縦回転、ね、縦って言ったらまあ90度ではないんですけど、はい、真横ではなく、ね、斜めに回転するので、実は皆さんが思ってる以上にすごくこう上下動しているような、ね、肩はね、はい、感覚が必要になる。で、右サイドをしっかりと押し込まないと初速出てこないんですよっていう話でした。はい、はい、ということで、はい、引き続きですね、この後の動画で、今度は上半身と下半身の連動性の話とかね、はいはい、腕を振らない体の部分、腕を振ってるところ以外の体の動きですね、はい、もっと細かくやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ次の動画もご覧ください、はい。ヘッドスピードを上げていくのに一番重要なことって何かって言ったら、筋肉を早く動かしていくっていう感覚を脳にインプットさせることなんです。どんなに綺麗で素晴らしいスイングになったとしても、筋肉を早く動かしていく感覚を知らない人は延々に遅いスピードでしか振ることってできないわけですよね。このマンブリゴルフ部門は超高速スピードが出るので、これを振っているだけでどんどん筋肉を早く動かしていく感覚が覚えられるんです。YouTube では喋ってないようなこともガンガン喋ってるんですよ。毎月課題に沿って練習していけるんですよね。オンラインだけでそのヘッドスピードって上がるんですか？頻繁にライブとかやりようし、たくさん質問もできるきいいよね。